はい、どうも大悟です。というわけで今回はですね、年末年始やっぱりセールがいろいろありますよね。福袋を買うって人もいれば、ネットでそのセールになってる服を買ったりとかする方もたくさんいると思うんですよ。まあ年末の年始の初売りみたいなやつですよね。これで絶対買わないと損する服っていうのがありまして、これをですね今日はご紹介したいと思います。特に人間関係悩んでる方は絶対買った方がいいです。はい、ちなみにどんな服だと思いますか？服買うときって多くの人はなんかこう流行りのものとかトレンドとかで決めるんですよ。で、ちょっとだれてる人とかは自分のこうだから肌の色だったりだとか、このライフスタイルとかそういうのに合う服とかを、買ったりするんですが、実はですね、人間関係が良くなっちゃう服っていうのが存在してるんですよ。当然僕らって相手に対する印象をですね、普通はね、なんか心と心でじゃないけど内面とかなんか二人の関係とかからそのね、あの関係性っていうのをですね考えていくんですが、まあ、実際人間って残念な生き物なので見た目で判断します、ほとんど。だからこの見た目で損しちゃうとやっぱり最初からすごいですねマイナス食らった状態で人間関係始まるので損ばっかするわけですよ。でこのじゃあ見た目の印象っていうのは顔とかそういうものよりも実はね、服装とか身なりですね、こっちの方が大きい影響を与えるんじゃないのって研究とかも出てるんですよ。で今回はなんとですね、人間関係が良くなるというか他人から優しくしてもらえるようになる服があるよってことがですね分かりましたって研究がありまして、トレント大学の研究をベースにですねご紹介したいと思います。はい、着てる服によってですね周りのですね対応とか、実際の印象だけじゃなくて対応がどこまで変わるのってことを調べたそんな研究ですね。で結果ですね、リラックスウェアを着ている人の方が実は印象が良くなって周りの人に優しくしてもらえるって結果が出たんですよ。はい、ちょっと詳しく説明しますね。具体的に言うと、これですね、男女をですね集めまして2種類の動画を見てもらったんですね。で片方のですね動画は結構セクシーめなドレスだったりだとか、パーティーに着ていくようなドレス、フォーマルのドレスですね。でハイヒールでちゃんとメイクをしっかりしている女性が会話しているところを見てもらったと。でもう片方のですねグループにはですね、もう片方のグループと一つのグループに両方見せるんですけど、最初はそのフォーマルのドレス、ハイヒール、メイクをしっかりしてるっていう、ちゃんとしたかっちりとした感じの女性が会話してる動画を見せて、でその後、ゆったりしたジャージ、まあ、いわゆる、まあ、こういう感じ、リラックスしてリラックスウェアですね。別にジャージじゃなくてもいいんですよ。はい、なんか、ゆるふわ系のワンピースとかでもいいと思うんですけど、まあ、そういう服と、あとはぺったんこな靴、ハイヒールとかじゃなくて歩きやすそうな、ぺったんこな靴とか、あとはいわゆるこう、ね、スニーカーみたいな感じの、ゆるい感じの靴。で、あとはメイクも軽めの女性。で、これが会話してるところ。この両方の動画を見せたんですよ。はい、で、参加者のですね意見を聞いて、でプラス脳波を測ったんです。実際にそういうフォーマルな服を着てる、まあ、ピシッとしてる服を着てる女性の動画を見てる時とリラックスウェアを着てる女性を見てる時に脳がどういう反応をしてるのかってことを調べたところ、なんとですねやっぱりみんなリラックスした服装を着ているですね、女性の方に共感を覚える、優しくしたくなったというふうにですね答えてるんですね。面白いですよね。だからやっぱりこうパシッとした服ってやっぱりかっこいいんだけど、どうも人を遠ざける性質があるっぽいんですよ。一方でリラックスしてる服っていうのは周りから共感されたりとか、この人優しくしてあげたいなって思えるようなそういうですね効果あるので、だからリラックスウェアまでいかなくてもいいんだけど、カジュアルめな服を上手に着こなせる方がどうやら人間関係良くなるっぽいんですよ。で実際の脳波でも同じことが起きてまして、リラックスしているような格好をしている人を見た時の方が脳の中の共感エリアというのが活性化したんです。つまり相手の気持ちをですね汲み取ったりとか、他人に優しくしてあげようとかっていうふうに思うときって、僕らってこの共感の脳のエリアが活性化するんですが、この活性化がリラックスした、イメージを持っているカジュアルな服を着ている人の方が、活性化しやすかったんですね。まあ、そういう人を見てるっていうのが活性化しやすかったと。まあ、つまり誰かに優しくしてもらいたいとか人間関係を良くしたいと思うんだったら、もちろんフォーマルの場合はフォーマルの服着ていかなくちゃいけない場合もあると思うんですが、基本的には周りをリラックスさせることができるような緩めの服、ゆるふわというかカジュアルウェアを着てる方がいいので、だからぜひ皆さんもですね、年末年始のですね、初売りのですね時なんかはですね、ちょっとこうリラックスめのね、普段自分が着てる服よりももうちょっとこう緩く見えるというか、リラックスして見てもらえるような服を着てあげた方が、おそらく来年の人間関係はより良くなるんじゃないかとかというお話でした。ぜひ参考にしてみてください。というわけで今回はですね、その服やばいです、無駄に舐められて見下される可能性が高いですよということで、無駄に舐められちゃう人とか、その本当は能力高いのに見下される人っていると思うんですけど、実はそれってね、
服装が原因なんじゃないのっていうことを示すような研究がありまして、今日はそんな研究をご紹介したいと思います。はい。というわけで今日もやっていきましょう。乾杯。はい。ちなみに皆さんどういう風な基準で服選んでます？実はね、人間ってびっくりするぐらい相手の能力とか信頼度っていうのは見た目で判断するってことが分かっていて、実はこれ服装っていうのも同じようにその判断の、軸に乗ってしまうわけなんですよ。で、特に初対面の人とか、普段からみんなに知られてる人、タレントさんとか、そういう人はまあ例外として、そうじゃない人の場合は、服装から皆さんの能力とか、あるいはこの人がどれぐらいすごい人なのかみたいなことを判別されてるんじゃねって研究がありまして、これをご紹介したいと思います。これが分かるとやっぱりね、舐められない服の選び方ができるようになりますので、ぜひ参考にしてみてください。本日の研究は2019年プリンストン大学が行った研究ですね。様々な服をですね、着せた人たちの写真をですね、いろんなね被験者に見せまして、その人がどれぐらい仕事ができると思うかってことを外見だけで判断してもらったわけなんですね。服装と能力のですね、見た目の違いっていうものを調べってそんな研究です。結果何が分かったかっていうと、なんとお金を持っていそうな服を着ている人の方が能力が高そう、特殊なスキルを持っていそう、資格を持っていそう、有能そうというふうに思われたということが分かってるんですね。しかもこの判断、なんとわずか130ミリ秒で行われていました。1秒ないみたいな、はい、ぐらいのレベルで行われていたわけなんですよね。だからもうパッと見た瞬間に、お金持ってそうな服を着ているだけで能力は高いとかスキルがあるように見えるということなんですね。だから面接とか転職の時なんかは、ちょっといいネクタイとかいいスーツとか着てきましょうっていうふうにレンタルしてでも着てった方がいいよって話ありますけど、あれはまさに正しいわけなんですよ。でさらに恐ろしいことに、これでも高いね、服とかを着ていても、実はね、金回りが悪いとか、そんなにお金がなくて無理して服に使ってるんだってバレたら、台無しじゃないですかと。だから背伸びするのって良くないよねっていう人いるんですけど、実はね、背伸びが OK なんです。服装に関してのみは。実際この実験では、高いね、お金持ちそうな服を着せている人のですね、写真を見せるときに、いや、この写真の人は、この服借り物なんですと。実は収入がすごい低いんです、この人は、というふうに教えられた場合でも、お金持ちそうな服を着ている場合ってのは能力が高そうだっていうふうに判断されちゃったんですね。つまり、口で行われる説明とか肩書きよりも、服装の影響の方が大きくて、お金がないですよ、この人はって説明されていても、能力が高そうという判断は、引っ込められなかったわけなんですよね。で、これ、替えを変えずに、服装だけをやっぱり変えても、やっぱりお金持ってその服を着ている人ってのは能力が高いという風に判断されるので、もし皆さんがパッと見で舐められやすいとか、下に見られやすい、見下されやすいという場合は、たくさん買わなくていいです。初対面の人にこれ一番インパクトがでかいので、もう自分の一丁羅のお気に入りを一つですね、ちょっと高いね、そうに見える服っていうのを、まあ何でもいいですよ、メルカリとかでも何でもいいと思うんで買っていただいて、それを着て第一印象を与えるということをやってあげると、無駄に舐められないで済むようになりますので、ぜひ試してみてください。というわけで、本日の放送はいかがだったでしょうか。Dラボではさらに詳しくですね、舐められないようにするための方法とか、自分の能力を高く見せるための方法をいろいろ解説しています。ぜひ番組の概要欄から Dラボも登録してみてください。Dラボは知識のネットリックスを目指して作ったサービスで、人生変わるですね、いろんなですね、心理学や科学の知識がですね、見放題になってます。ぜひですね、合わせて Dラボの方も登録してみてください。今日のワインは、カリフォルニアワインの王、ハーラインステート飲みながらの放送でした。それでは続き概要欄の方からどうぞ。バイバーイ。